雑誌売り上げにも明らかな格差。キングプリンス VS ナンバー I の悲惨な争い。日本の音楽界において、ジャニーズ事務所のアーティストたちは数十年にわたり、国内外で圧倒的な支持を受けてきました。しかし、ジャニーズを卒業し、新たな舞台に挑むアーティストたちの成功や苦悩は、音楽業界を揺るがす話題となっています。特に、元、 キングプリンス、キンプリの神宮寺優太平野らの仕優太が所属する、トベと、事務所に残ったキンプリメンバーとの間で繰り広げられている売り上げ争いについて、注目が高まっています。神宮寺優太新たな成功の兆し10月25日、トベ公式 SNS は神宮寺優太がメンズ氏 GQ Japan 12月号特別版の表紙を飾ることを報告しました。この発表は一躍彼を注目の敵とし、同志の予約が開始されてからわずか半日で重版が決定するほどの反響を呼びました。神宮寺勇太はジャニーズを卒業してもその人気を途切れさせず、新たな舞台で輝き続けています。 彼の成功はジャニーズという枠を超えたものであり、その実力と魅力がファンに支持されていることが明らかです。平野の仕ファッション界でもカズヨを風部平野仕様もまた新たな舞台で成功を収めています。彼はファッション誌、エルジャポン、11月号特別版の表紙を飾り、 その発表後、SNS 上には、エラジアパン、ヒラノ仕様がトレンド入りするほどの盛り上がりがありました。さらに、翌日には重版の決定が発表され、そのファッション界での成功を印象づけました。ヒラノ仕様は、ソーシャルメディアを巧みに活用しており、彼の投稿が商品の売り上げに影響を与えている事例もあります。 彼のファンによる支持と、その魅力的なプロモーション手法が、彼をファッション界で成功させています。騎士ユータ、新たな可能性に、挑戦騎士ユータはまだ、トべに入所したばかりであり、神宮寺ユータや平野志用ほどの活躍が見られていません。しかし、彼の存在は注目を浴びており、特に、サーティワンアイスクリームの期間限定フレーバー、 ハッピーフレンズお猿のジョージが売り切れ続出しているという興味深い現象が報告されています。岸シユタとお猿のジョージに類似性があることからファンからの評価も高く彼の可能性が広がっています。キンプリメンバーの現状一方、ジャニーズ事務所に残ったキンプリメンバー、長瀬角と橋山は新たな挑戦に取り組んでいますが成功の道は険しいようです。 長瀬角は11月8日に雑誌、w i ズの表紙を飾りましたが、神宮寺雄太や平野仕様とは異なり、その雑誌が重版されたことは特に発表されていません。そのため、彼の成功については反響が限定的であると言えます。また、今年8月には二人体制で初のアルバム、 ピースをリリースしましたが、オリコンデリーアルバムランキングによると、推定売上枚数は26.4万枚という結果でした。これはメンバー3人が抜けるとはいえ、過去最低の売上であり、ファンや業界にとって驚きの数字でした。この数字は、抜けたメンバーがいかに偉大であったかを物語っています。 ジャニーズという枠を超えてこのように、飛べ、に所属する神宮寺ゆ太、平野紫耀、仕様、岸ゆうは、ジャニーズという肩書きを捨てても、なお成功を収めています。その一方で、事務所に残った金プリメンバーは苦境に立たされており、売り上げにも明らかな格差が生じています。 ジャニーズ事務所を離れ、新たな舞台で成功を収めるアーティストたちの存在は、音楽業界における新たな転換点を示しています。彼らはジャニーズという枠を超え、多様な活躍の場を見つけています。今後も彼らの活躍に注目が集まることは間違いありません。新たなる展望と困難一方で、 残留組のキンプリメンバーは、新たなる展望を模索する中で困難に直面しています。彼らが直面する壁は厚く、新しい道を切り開くことは容易ではないようです。特に、長瀬角と橋山は、メンバーの脱退後に新たな道を歩むために懸命に取り組んでいますが、その努力が売り上げに反映されるまでには至っていないようです。 彼らの成功に向けた道は険しいものとなっており、ファンや支持者も彼らの活躍を願うばかりです。残る課題と新たな挑戦金プリのメンバーたちは、ジャニーズ事務所に残りながらも、新たな活動に挑戦し続けています。彼らは過去の成功を背負いながらも、新たなる可能性を模索しており、その挑戦は続いています。 長瀬角と橋山は新たなる道を切り開くために様々な試みを行っています。彼らはファンや業界からの指示を背景に新たなプロジェクトや活動を展開することで自らの存在感を示しています。今後の展望と業界への影響このような状況下でキンプリとナンバーアイの活動は日本の音楽業界に多大な影響を与えています。 特に、ジャニーズ事務所を卒業したアーティストたちが新たな成功を収めることは、日本のエンターテイメント業界における新たなる可能性を示しています。彼らの成功は、従来の枠組みを超え、新たなる展望をもたらしています。一方で、キンプリのメンバーたちは、苦境に立たされながらも、新たなる挑戦を続けています。彼らの努力と熱意は、 彼らのファンや業界からの支持を集めており、彼らの今後の展望には期待が寄せられています。新たな時代の到来ジャニーズ事務所を卒業し、新たな道を歩むアーティストたちと、事務所に残り新たな挑戦を続けるアーティストたち。彼らの活躍は、日本の音楽業界において新たな時代の到来を告げています。それぞれの道は異なりますが、 彼らは自らの可能性を信じ、新たなる成功をつかみ取るために歩み続けています。今後も彼らの活躍に注目が集まり続けることは間違いありません。ファンからの支持と業界への影響量グループの活動は、ファンや業界から大きな注目を集めています。特に、神宮寺雄太、平野紫耀、岸雄太が所属する、とべ、は、新たな展開を見せ、 彼らの成功はファンや業界からの熱い支持を受けています。彼らの活動は音楽業界における新たな潮流を示し、多くの若者たちに新たなる夢と希望を与えています。一方で、キンプリのメンバーたちは困難な状況に直面しながらも、彼らのファンからの熱い支持を受けています。彼らの努力と熱意は、 ファンの心を動かし、彼らの活動に対する期待を高めています。彼らの成功は、ジャニーズ事務所に所属するアーティストたちの将来について、業界全体に大きな示唆を与えています。変化するエンターテイメント業界、日本のエンターテイメント業界は、常に変化し続けています。 新たな才能や新たなる展望が生まれ、それによって業界全体が新たなる息吹を受けています。ジャニーズ事務所を卒業し、新たなる成功を収めるアーティストたちの存在は、この変化の一部であり、彼らの成功は新たなる時代の到来を象徴しています。 同時に事務所に残るアーティストたちも新たな挑戦を通じて自らの可能性を示し業界全体に新たなる刺激を与えています。彼らは困難な状況に立ち向かいながらも自らの夢を追い求め続けており、その姿勢は多くの人々に勇気と希望を与えています。 結びにキンプリとナンバーアイの活動は日本の音楽業界に新たな風をもたらしています。ジャニーズ事務所を卒業し、新たな舞台で活躍するアーティストたちと事務所に残り新たなる挑戦を続けるアーティストたち。彼らの活躍は多くの人々に勇気や希望を与え、日本の音楽業界に新たなるエネルギーをもたらしています。 彼らの今後の活躍には、ますますの期待が寄せられており、彼らの成功は日本のエンターテイメント業界にとって新たなる道を切り開いています。